横浜港未来21港未来グランドセントラルタワー港未来グランドセントラルタワーは神奈川県横浜市の港未来地区にある超高層オフィスビル。千代田加工建設の本社が8から25階に入居している。丸紅株式会社と三菱商事株式会社によるオフィスビル計画として MM42 開発特定目的会社を設立し、 開発に当たっている。当初の計画では、IT、バイオ、ナノテクなどの先端技術を扱う、グローバル企業を集積するとしていた。当ビルは2011年7月頃に竣工となったが、すぐには稼働せず、フェンスに囲まれたまま、動きがなかった。その後、翌年の2012年1月になって、ようやく正式開業に至ると、同年3月には、 横浜冷凍が本社を東ビルの7階に移転、同年4月には商業、飲食店エリアの MM テラスがオープンした。さらに、同年6月には千代田加工建設が本社を東ビルに移転して、グローバル本社を開設、横浜市や川崎市に点在していた各業務部署を東ビルに集約し、8から25階に入居している。ビルの構造としては、 1>, 1から2階の低層部に、前日の商業、飲食店エリア、MM テラスがあり、3から25階がオフィスエリアとなっている。また、港未来地区の歩行者同線である、グランウォール軸が、東ビルの横を通っており、東ビルでも、軸から連続した、プローバ広場やゆったりとした、公開空地を設けて、憩いの場を創出している。環境負荷を低減させる。 設備機器の導入に加え、全天候型の歩行者通路や、広く取られた、公開空地などが評価され、建物の環境性能を評価する、キャスビー、横浜認証制度において最高位の S ランクを取得している。当ビルでは、公開空地を広く設けており、一般の歩行者が自由に出入りできる。南西側の穂の広場には多様な植林や、水系施設、アートなどが設置してあり、 南東側のグランモール公園寄りにあるグリーンシアターでは様々なイベントも開催されている。港未来地区では屋外の公共空間にオープンカフェを開設するソフトカフェ港未来が2013年9月よりスタートしたが、東ビルのグランモール公園沿いや基地でも実施されている。港未来地区の42街区には東ビルの他にも商業ビルのリーフ港未来が 隣接地にあるまた、2011年には、岡田ビル及び体制建設から ok に対して、当地への出店の誘い話があったが、期限があることがニュックとなり、オ、OK、家側が断念していったんは、白紙となっている。その翌年には、同地区の59外区で、事業者が土地を取得する、高級施設として、 OK 本社ビルと岡田ビルによる複合高層ビルの開発が決定した経緯がある。ありがとうございます。